ウロットは、スペイン・カタルーニャ州、ジローナ県のムニシピ、ガローチャ郡の成長所在地である。ジローナ県の県とジローナの北西 50km にあり、ガローチャ郡の中心都市である。ガローチャ郡は外して周辺地域よりも雨がちであり、年降水量は約1000ミリメートルである。ウロットで降ってないならば、どこでも降っていないだろうという格言がある。ウロットの面積は29.12。 平方キロメートルであり、自治体中心部は標高443メートルにある。1971年には独立した自治体だったバテットダラセラを併合した。北東はサンジュアン・ラス・フォンツ、南東はサンタパウ、南西はラス・プラセス、西はリュウダウラ、北西はラバイ・ダビアニアと境界を接している。バレンティ山地、アイグアネグラ山地、バテット、 高原、マルボレニー、高原、サンバレンティタラピーニャ高原に囲まれた平原に位置しており、この平原をフルビアー川が横断している。かつて、ウロットとジローナを結んでいた鉄道路線跡を利用した自転車道がある。ウロットは町を取り囲んでいる4つの火山などの自然景観で知られており、自治体はガローチャ火山帯自然公園に含まれている。町の周囲には、 ムントリベット火山、ムンサコパ火山、ガリガーダ火山、ビサロケス火山という四つの火山を有する。ムンサコパ火山はウロットのシンボルの一つであり、円形のクレーターを有する円錐形の火山である。ムンサコパ火山の頂上部からは、ウロットの町を一望することができる。頂上部には、セイフランシスコに捧げられた礼拝堂があり、またクレーターの周囲には二棟の物見塔がある。 ムンサコパ火山から見たウロットサンアステベ教区教会、ジュアキンバイレダによる風景が春の始まり9世紀にその原型が生まれた旧市街は豊かな文化的遺産を持ち、3階建ての新古典主義建築の薄ピシ回廊、ウロットの守護聖人であるラマレダデウダルトラ教会、ルネサンス様式のアルカルマ回廊、1763年に建設されたサンアステベ教区教会、 アール・ヌーボー建築のソラモラレス邸などがある。サン・アステーブ教区教会は、エルグレコの絵画などを有し、1993年には重要文化財に指定された。1905年には18世紀の新古典主義建築に、ウロット図書館、博物館が開館し、1982年には、ガローチャ博物館に改称された。1783年には、ウロット主教によって、 ウロット美術学校が設立された。19世紀後半には、ウロット周辺に現れた風景画家の集団やその様式を指すウロットスクールという用語が生まれ、1891年には、ウロット美術学校が、ウロット未成年者美術学校に改称された。ウロット周辺には、ピレネー山脈の南側にはそれほど多くない多くの森林があり、これらの森林は、 ウロットスクールの風景画家にも大きな影響を与えた。1934年から1938年のスペイン第2共和世紀にはカタルーニャ政府によってウロット風景画高等美術学校に改称された。民主化後の1990年にはこの美術学校がカタルーニャ州立のウロット高等美術学校に改編された。ありがとうございます。